シェリジさんのコーナーですね。一番手ははいゆるゆるとあらそこからいきますか、ね、やっていきたいと思います。おはようございます。おはようございます。ティアース申し訳ございません。妄想しておりますね。カタカナいっぱいテキントンティータッチプラクティショナー中島直美です。はい、おはようございます。今日も可愛いワンちゃんとともに、はい、今日も同伴新しいワンちゃんですね。昨日いつもよりちょっとちっちゃい子連れてきました、ね、はい、この間の水曜日、はい、愛犬を連れて、はい、見学に行きました。まこのくらいのサイズでしたけど ね、 ねどうぞそうなんですよね、ゴールデンウィークだったんで、ね、すいませんお休みでした。ここワンちゃんもいっぱいでしたよね。いましたね。で帰り木場公園に行ったんですけども、うん、もう犬も人も車も何も自転車もいっぱいでした。あ、うん、あのちっちゃい子2匹はバッグの中に入っちゃうんだもんね。入っちゃいました ね、 ね私の散歩でしたあれと思いながら。なるほどね。そうなんですね。うん、そう、クリーム色の子がちょっと年齢12歳 で、うんうん、でちょっと調子がゴールデンウィーク悪かったんですよ、うんうん、で戻したりとか、あらら、うん、どうしようかなって思ったんですけど、春風とかもともとちょっと腎臓が悪いので、うん、そんなこともあったのと、あと、うん、動物って結構月の満ち欠けにもすごい敏感なんですよね、うん、そう、うん、でゴールデンウィーク中満月があってかなりパワフルな満月だったみたいで、あと気温気圧の変化、ちょっとダウンしてたんですけど、そうでご飯食べるのすごい好きなんですけど食べないことが時々あるんですよ、うん、あんなちっちゃい体で食べなかったらもう大変なんですよね。大変よね、うん、で様子見てそういう時にもやっぱり目つきとか姿勢、うん、お腹なんか痛くて背中丸めちゃってたりとかしてないかなってのを見て、うん、でお医者さん連れて行こうかな、うん、どうしようかなっていつも悩むんですけど、うん、まずこうタッチ、うんうん、あちこちで、ね、あの耳のタッチとか体のタッチとかしてあげて、うん、もうティータッチ犬なんでママにやってもらったって、ちょっと寝てくれて、あ、大丈夫かなってまた様子見て、で、まあ病院に行こうかな、どうしようかなみたいな感じな時にまずティータッチやってあげると、ふとちょっと調子悪い時だけであれば復活したりすることあるんですよね、うん、だからね、よくティータッチ難しいんでしょとか、特に健康問題ないからやらなくていいでしょとか、どんな時に使うかわからないとかって、あとこれでいいのかなって そう思うんですけど、うん、いいんです。私もね、まあ、性格もあるんだけど、うん、まあいいんじゃないかなと思って、そうなんかこうちょっとこんな感じってやってあげて、うん、触ってあげる、で大好きな人に触ってもらうってすごく、うん、そう、それだけでね、も安心なんですよね。人だって大丈夫って言われたら、そうそう、頭撫でられたりね、頭撫でられたいよね、うん、そうですね、ちょっと背が高いんでねそういうことがあるんだけどそうだから本当に、難しいこと考えないで、ね、とりあえず触るところからやってみる、うん、始めていただきたいなと思います、うん、本当に、ね、難しいことじゃないし、うんうん、でこう触るの嫌いなんだけどちょっと接種お願いしますって言われても、うん、まあやりますけどもね、やっぱり気持ちいいことをしてあげたいなと思うので、うんうん、小さい頃から触ることだって、うちの子ね、2ヶ月で来た時ね、なんだか知らないけど手を触られるのが嫌な子なのか、うんうん、もうびくってするの、うんうん、で逆をやったの、すっごい触った、触った、いいか、もみもみもみとか123とかって言ったら、今もう全然平気。あ、本当ですか。そうね、触るって大切ですよ ね、うん、そんなのね、ティータッチどんなかわかんないの、うん、もうちょっとで深く知りたいなという方、うんうん、来週の木曜日、うん、あ、そうだ、はい、来週になったんだもんね、ラジオ聞いたよっていう方のために特別席ご用意しています。ラジオ席、ラジオ席、観客席ちゃんと用意します。ね、パレット犬で検索してぜひセミナー参加していただけたら、もうちょっと深いティータッチ。ワンちゃんも来るの？ワンちゃんはちょっともういっぱいなんですが、うん、一応
ってみてください、うん、はい、ワンちゃん連れの方もいらっしゃいます。はい、じゃあ実践だ。そうです。あ、楽しみです。あんなことこんなこと聞けちゃいますから。あ、はい、ちょっとつまわせちゃうかな、ね、はい、ありがとうございます。